範疇の将たちと共に勝利を収めた。だが、それがしは戦場で出会った。これにより、それがしは馬長殿たちとたもとを分かつこととなる。しかし、それがしは葬儀の将として新たな道を踏み出した。王徳よ、よくぞ我が元に参った。孫悟ね、合肥の守り、合肥に打ち捨てられた拠点を活用し、敵陣にくさびを打つようにして軍を進めるのがよかろう。行け、報徳よ。この大軍勢、北進を続け、ほどなくこの合肥へと達します。こたびの兵力差はあまりに大きい。打って出るのは危険であろう。戦の勝敗は将兵の高にはないこと。関東赤壁に並ぶ。この長文苑意をもって水参戦。各軍、中立拠点を占拠、敵の進軍に備えよ。報告、敵軍中立拠点に向け進軍中。よし、その拠点からさらに攻め込むのだ。中立拠点の占拠に成功したぞ。この防衛の要所を突破できると思うな。ぶっ飛ばしてやる。
援軍はまだ来ぬのか。くそ、このままでは。援軍ですか。恐れ入ります。北斗ご覧あれ。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。一気に蹴散らすのだ。黙って通すぞ。貴公の部、頼りにしている。敵軍を分断するため奇襲攻撃に移る。よし、我らも続くのだ。おい、あんな船あったか。野郎ども、じらして悪かったな。さあ暴れるぜ。
一気加勢に攻め立てよう。まずい、奇襲は中止して殿を守る。走りして喧嘩を売ってくるか。敵は強い、軽々しく当たるなよ。反撃の時を待て。お前にこの俺が止められるかよ。喧嘩の相手になるぜ。そんな負けない。敵将を王黎明が討ち取った。本気になりゃおめえなんざひとひねりのかよ。ち、腰抜けかよ。まだ燃え足りねえぜ。それは失神罪にゆえ、いささか居まいに乱従している。お主ほどの将の国ならば、皆の信を得るに十分であろう。いいだろう、一丁もんでやる。己の無謀さを悔やむがいい。貴公こそ真の武人よ。この戦はこれでしまいとする。引くべきか。無事にはせん。さらば。敵将王黎明が討ち取った。日は熟した、全軍突撃を開始せよ。
自滅する気か。下がれ。敵ながら見事な傭兵。あばよ。敵将鳳黎明が討ち取った。負けねえからな。敵将鳳黎明が討ち取った。一気に引くのも戦略です。敵将鳳黎明が討ち取った。
負けねえからな。敵将鳳黎明が討ち取った。よし、我らも続くのだ。負ける日もある。敵将鳳黎明が討ち取った。手に暴れてくれたな。しまいだ。拠点を力をして攻める。なれば今は引く。敵将鳳黎明が討ち取った。少ない兵で大敵。さて